皆さん、こんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介、2023年9月2日、まあ、現在15時57分なんですが、先ほど業務スーパーさんのところの建設会社の方に新しく、まあ、何を作られるのか、まあ、お伺いしに行きました。で、まあ、ご回答の方が、新しくその業務スーパーを、また建てると。まあ、姫路の方の建設業者の方だったんですが、まあ、まあ、業務スーパーさんの方からは、まあ、店舗が狭い、もう少し広げたいということで、工事を受け負ったということだったんですけども、まず業務スーパーさんにお伝えしたいことだったこと、まあ今更になってしまうんですけども、まあもともとレジ3台でした。で、従業員をね、最初からレジ、2人ずつ配置しておけば、そのある程度の時間帯の時からですよ。で、そうしていれば、回転力は上がるので、店のお客さんがね、滞留しなくなりますので、以前の店舗のままで良かったんですよ。で、正直、築20年ぐらいでしたので、そのまましっかりと、まあ、人を雇うか、まあまあ、そういうふうなレジ、一つのレジに二人という配備の仕方の方が、しっかりとね、働いている方に、まあ、もしかしたら、それなりの年数でしっかりと基本給上げてあげたりだとか、ボーナス上げたり、ボーナスをしっかりとつけてあげたりとかね、できていたと思うんですよ。建物を建て替えたら、解体費用と建てる費用ですごく高くなる。で、正直、業務スーパーって神戸物産という形じゃないですか。阪神淡路大震災があったでしょう。で、姫路の業者さんに、まあそちらの方も、まあ業務スーパーさんからの委託でっていうことだったんで、神戸物産自体が、その大手フィナンシャルグループの傘下なのかどうかまで調べなきゃならない話になってくるんですけども、そのお金の流れで言うとね。まあ我々神戸市民としては阪神淡路大震災がありましたから、まあ大抵のところは倒産ですよ。特に個人商店。で、やっぱりマルシン市場もだいぶ閉店しましたし、それ以降だんだん閉店する店舗が増えていってと、東山商店街とか港川商店街も同じなんですよね。もともと活気があったんですけども。だから、まあ、まあ、ちょっと相談しに行くような形で今日話しに行きました。で、すぐそこの、阪神物流センターの手前に、神戸市内に物流センターを今作ろうとしていると。で、その辺のところで、その伊藤ハムさんとかもだいぶ前に倒産してほったらかしになってるから、そこの解体とか、本当は行っていただき、たかったとか、まあそういう話をしてね、まあ建設業界の方も、まあ初めて分かったというような形で、まあ多分、まあ、みんなある程度バラバラで動いてる部分があるんで、それでそういった事態が発生してる部分もあるんじゃないかなと思う。またね、市が神戸市の方で物流センターを作ろうとしてるんですよ。で、阪神物流センターは西宮市なんですよね。だからね、ちょっとその辺のところで県議会として話まとめてもらわなかったら、こういうことになってしまうんですよ。だから伊藤ハムさんは遠の昔に倒産してるんですよ。で、そこ解体していれば金属とかも手に入れれてスペースできて、あんなに今森を切り開いてまで丘削ってまで工事しなくても物流センター作れてるんですよね。伊藤ハムさんと、あと他にもね、小さな物流、ある程度の規模の物流センターさんで、あ、もうここ潰れてるだろうなっていうところもありましたんで、で黒猫山本さんは阪神の物流センターの一回建物建て替えてますよ。建て替えてるのかな。まあ綺麗になってました。昔、阪神淡路大震災の後、僕は高校生、定時制通いながら、
黒猫大和さんで働きましたから、伊藤ハムさんでもねちょっと働いたんですよ。でまあその後神戸市立ホテルフルーツラーパークでホテルマンとして働いて、大阪ヒルトンホテルだとか、まあ、いろんなホテルで働いて、2000年の花博の時はウェスティンホテルとか淡路遊園舞台の修学祭っていうレストランで働いて、だからまあ特にあのゼネコン業界の方を責めてるんじゃなくて、お互いみんなで協力すればもっと効率の良い稼ぎ方ありましたよっていう、そういう部分があったんですよ。だからその解体費用のところで一応僕からね政府の方に解体費用を捻出できない方もいらっしゃるっていう、そういうケースの方でね、もう国がっていうことで一応この辺の建物で、まあ、一軒家二階建ての、まあ、解体100万までなら国が補助金出しますとか、それはあるんですよ。国がお金回してる部分とかもあって、まあ、それは私からも、まあ、昔からそうだったかもしれませんけども、まあ、請願法による陳情とかでも、ある程度ね、国会の方でもお金動かせるのは動かせますから、世界にとって一番良いのはエネルギーの残存量問題に取り組むことであって、でそれは金属の残存量でも同じで、今もロシアの価値が1万5000メートルまで掘っていただいてますし、もう世界中かなりの深さまでもう掘ってるんですよ。で限界が来た時に、まあ石油の残存量がね、2019年は世界的に技術的採掘可能埋蔵量は69年分だったのが、2020年のデータで、2020年のデータっていうことはその数年前なんですよね。で、国連で集計してるものなんですけども、ちゃんとね、採掘した分、技術的採掘可能埋蔵量から引き算してしっかりと引いといてくださいっていうことを言って、安倍政権の頃に、安倍さん知り合いでしたから、その後、国連からの発表、2020年のデータで、53.5 年分まで一気に減ったんですよ。だから集計しっかりしてなくて、その仕事の仕方として集計の仕方に、まあ採掘した時にね、石油とか採掘した時に計算しなかったんですよ、ほったらかしにして、その方が早いから。だからね、急にね、まあ石油とかの輸入は止まらないように、まあ基本的に天然ガスの7割は石油が揮発したものなんですよ。石油の採掘しながら一緒にどうしても揮発するんで、天然ガスも採掘できてるのと、もともと石油層だったところがもう全部揮発して天然ガスだけしか採掘できなくなってるっていうところも結構あるんです。だからうまく採掘するしかない。そうしないと急に先進文明滅びますし、日本はほとんど輸入させていただいてる立場ですから、諸外国に、中国も輸入させていただいてる立場ですね。だからまあ自然再生可能エネルギー頑張ってるのであって、で日本は今のところ電力の 17% ですね、数年前のデータで。今頃はもう少し良い数字になってるかもしれないんですけども、まあ、ギアモスーパーさんの方で地熱発電を頑張ってらっしゃるっていうのはテレビの放送でも見ましたし、YouTube の動画でも上がってるんですよね。で僕のホームページからある程度アクセスできるようになっていたと思います。まあ、業務スーパー、その神戸物産さんの方でだったはずですよ。だからね、まあ、おもとたどったフィナンシャルグループで、まあ、三井住友系の商社だったりだとか、そうかもしれませんけども、本当はね、今、人口縮小してるんですよ。昨年だけで40万人以上数減ってるんで、2003年に個人情報保護法が出来上がってから、まあ、人口は縮小してるんですよね。出生率 2% で人口横ばいなんですよ。もともと半分の人しか結婚して出産までたどり着けてないんですよ。で今出生率が 1.27 でずっと年々下降して、でっていうことはほぼ3分の1以下の人しか結婚出産までたどり着けてないんですよ、今の社会って。でもっとこれが状況悪くなっていくのが今の世界の状況で、その業務スーパーさんね、もうこの前にスーパー作ってしまった後で、この間コープ神戸が撤退して、今度無印良品店っていうお店が出来上がってしまって、
だから業務スーパーさんの方にそこまでお客さんが流れてくるかっていうと、実はそうじゃないんですよね。あんまり以前と変わらない。下手したら今後下がっていくっていう話ですから、築20年程度でしたから、きれいな建物でしたから、そのまま続行して使うべきだったんですよ。情報を間違えたのか何なのか、みんなが社会、そこのね、責任者、その業務スーパーの工事を請け負ってる建設会社の方の、所長にっていう話を、ここの責任者ですって、おっしゃってた方で、その方ともお話ししたんですけども、我々は民間で、業務スーパーさんの方から仕事を依頼されてしてるんですっていう、普通の回答止まりになっちゃったんですよね。できれば、いろいろパイプつないで、せめて兵庫県レベルぐらいで効率の良い仕事みたいな形にしなかった地方交付税法とかありますから、後がなくなってくる。もうこれが現実なんですよ。デフォルトの可能性が高まりますね。日本中でこういう動きをされていると。実際に、ギリシャもデフォルトしましたし、東京オリンピック見ていただいて分かったでしょう。9600億円以上を税金使ってしまって、で、ギリシャのアテネオリンピック終わった後倒産してるんですよ、デフォルト。国が。で、どっかの国の通貨になるか、極端な為替相場安になって、どうにかこうにかの世界になるんですよ。だからエネルギーを輸入してる国だとしたら、経済的に厳しいですよね。エネルギー買えなくなるから、石油とかガスとか石炭とかウラン鉱とか。ウランは、基本的にウラン鉱は、その採掘していって、大体その国で基本、日本はカナダから輸入させていただいてますから、濃縮したウランとかを購入してるはずなんですよ。金額とかは僕のホームページに記載してますけどね。どれぐらいのパーセンテージでって。だからその辺のところは僕のホームページ至るところを見ていただいたら、1番から、100番までの間、100番以降は、100番から200番ぐらいまでは大体スポーツのことなので、スポーツ関係も建設業界の人にご理解していただかなかったら、スタジアムも税金投入して作られてるんで、もともと採算成り立たないんですよ。ずっと赤字なんですよね、スポーツ業界って。本当はスタジアムを民間企業に保有してもらって、で、固定資産税払ってもらって、法人税払ってもらってをするとどうなるかって言ったら、日本中のサッカー球団全滅なんですよ。すぐに倒産です。だからね、だから消費税上がったでしょう。僕は若い頃3%だったんですよ。で、5%になり、今現在10%で、軽減税率付きで8%で、スーパーマーケットとかだったら買い物ができるっていう社会で、もう後なくなってきてるんですね。消費税上がりっぱなしのコースに乗ってしまってるんで、僕と同い年ぐらい、僕46歳なんですけど、2023年の8月9日で。一応岸田さんには、今後党として消費税を上げるつもりはないと、絶対言ってほしいっていうことで、一応テレビ局経由で何の返答もないんですけども、それを国会とかに話し回してもらって、請願法で陳情があるから全然問題ないんですよ、法律的に。で、その方向で動いてもらって、法人税を上げる話が最近のニュースでやっと流れました。それも私の方が言い始めたんです。それは、あれですよ、純利益がしっかり出てる会社。営業利益があって、経常利益があって、純利益なんですけども、純利益までたどり着こうと思ったら、設備投資したお金、業務スーパーさんで言ったら、その建設費を、もしローンを組んで買っていたら、そのお金を返済してから、それから純利益なんです。ちゃんと給与を皆さんにお支払いして。だから、トヨタさんとかすごい純利益が出ています、1年間でね。超超えです。だから、もともとね、電
機自動車とか水素自動車に国の補助金つけてるか、みんなの税金、その方向に進めるためにでもあるんですけども、法人税に関してはしっかりとした純利益のあるところにお支払いしていただくと、そうしなかったら余計な建物を建てちゃうから、お金を持ってたら持ってた でその分みんなに返してもらわなかったら法人税、上げられてもみんな持たないでしょ。上がりっぱなし、ああじゃあ違う、あの消費税上がりっぱなしになったらみんな持たないから、あの法人税の純利益がしっかり出てる、要するにもうとこん倒産ないですよっていうような会社の、そのとんでもない貯蓄、もともと税金マシだったじゃないですかって、大手なんかもう全部そうなんですよ。だからまあお返ししていただくという形で、だからね、あの建設業界の例えば大林組さんとか鹿島建設とか大手の建設会社あるじゃないですか、国からの、税金マジだから、もともと純利益が出ないような形で、物事回してるんですよ。本当に本当に。そうじゃなかったら、とんでもない大稼ぎをされても、国としてもそこまでお金出せないよっていう話になりますんで、まあ、今更なんですよね。物流センターの近くの件、まあ、川西市の方でもね、物流センターを作るとかそういう話になってたんですけども、そこまで見に行こうお金も僕ないですから、今ちょっと高等裁判所にいろいろ訴訟して、まあ、30歳ぐらいの頃から弁護士さんなしで裁判を買ってるんですけども、どこ働きに行ってもね、経営者の人とかその間で働いてる正社員の人はね、法律全然分かってないんですよ。この話にならない人たち多すぎるなっていうことで、まあお金の流れたどったら本当は助けていただいてる方かもしれませんし、その姫路市の方にね、本当は。だけども余計な仕事をされても困るんですよ、神戸市としても。こういう話になります。地方交付税法とかその元のお金をたどっていくとね、本当に会社が倒産して、労働基準局に駆け込んでお金を支払ってもらって国に行って、ああそういうような話になっても無駄が増えるばっかりですから、そこみんな嫌じゃないですか。だからその辺のところをね、うまく上手に効率よくしたかったんですけども、まあまあまあこういう状況ですね、岸田さんや内閣の方たちで。もし建設業者の方たちが仕事欲しいっていうことであったら、解体業行ってもらうことですね。その伊藤、まあこの辺で言ったら伊藤ハムだとか、まあ僕が撮影した兵庫区の、あの老朽化した一軒家のところとかもそうですし、で建設業界の人に新しくとにかく建物を建てちゃダメよっていうことは、議会の方で言うしかないですね。できないんだったら僕の方で最高裁まで話あげます。今高等裁判所です。人口ずっと縮小して、空き家がね、東日本大震災2011年の頃で空き家が600万件ほどだったんですよ。それがもうずっと傾向してたんですよ、建物作りすぎだって。だけども朝日、まあまあ新聞紙とかでもそうですよ、週刊なんとかとかそういう風なところでも、で週刊朝日さんだったと思うんですけども、あの余計な写真とかはない硬そうな雑誌の方ですよ、図書館とかに置いてある、言い間違えてたら申し訳ないですけども、このままだと2020年ぐらいには空き家の数が1000万件以上になるって、これずっとビルとかを建てっぱなしにしてたんですよ、ずっと建てすぎていて。だからそれだったら解体業者さん、そのお金欲しいんだったら解体業の方に回っていただけませんかって、仕事欲しいんだったらっていうことで、そうすれば解体したら金属とか木材が出てくるから、まあバイオマス発電とかにその木材回すのもいいでしょうし、金属、まあとにかく海外から鉄鉱石買うのバカバカしいでしょう。だから本当はそういう方向で動いていただきたい。自然再生関連の分野に関しては、まあ、河川水門解析ダム発電とか
私の方で考えた内容はありますんでね、地下水流ストレートトンネル発電とか、それは、まあ、琵琶湖を日本海の方に、地下のトンネル通して、回転扉式で、水の水圧によって水が流れていくじゃないですか。それによって、まあ、タービンを回す、それで発電すると、まあ、こういう仕組みなんですけども、まあ、僕は工業高校出身だったんで、まあ、危険物取扱いの免許とか、アーク溶接の免許だとか、まあ、旋盤加工とかもしてましたし、フライス板、ボール板も、板金もしましたし、図面だけはね、苦手だったんですよ。それがね、僕はあの平賀工作所を辞めた一番の要因かもしれないですね。まあ、その時は定時制高校でしたからね、ちょっとね、神戸市兵庫から清新中央工業地帯まで、まあ、工場に出勤して、その後定時制の学校通って、でこれはなかなかね、通勤距離が遠くなると、まあ厳しい状況ではありました。で一旦辞めて家の前のスーパーマーケットで働いていて、で阪神・淡路大震災を高校2年生の頃に迎えたんですよ。まあまあ、その後のホテルマンの実績とか、フルーツラパークの実績は、まあまあ、いろいろ社会に見渡したときに、ああ、なかなかここまでできたらすごい方だなっていうことがよくわかりました。あの、月間売上とか、あの、働かせていただけたところ、大阪ヒルトンホテルの王朝っていうレストランは、関西ナンバーワンの売上のレストランで、売上の少ない月で3000万円台で、多い時で6000万円台。まあ、2000年の1月2日に1日の売り上げ最高記録を更新して、サービス料と消費税なしで468万円を売り上げたんですよ。それが過去最高の記録で、サービス料は 10% いただいてます。それと消費税、その当時は3だったと思うんですけども、まだ 5になったかどうかの頃ですね。だから消費税とサービス料込みだったら550万超えますね。だからまあまあそれぐらいですね、550万ぐらい。まあだからいろんな飲食店とかでも、あの、まあ、ポートピアホテルとかもそうですし、その収穫祭っていう淡路花博の、その一般的なその飲食店のレストランで働いたこともありますから、やっぱり正社員の方に、あとアルバイト、パートさんで現場回していくしか、それしかできないんですよね。売り上げが大してないですから、普通の飲食店って大体どこでもそうですよ。これが世の中の現実ですから、効率の良い動きで、まず日本国内全体と世界全体で物事を回すと、それができたら一番いいんですけどね。まあその内容をホームページは YKS 家の利益の58番に記載している内容とか、エネルギーの残存量問題とか、少子化に対する対応の仕方とか、いよいよ記載してますんで、その辺の解決が進めばね、まあどうにかなるんですけども、このままでしたら、ちょっとまあ、危ない。ただし河川水門解析ダム発電と地下水流トンネル発電とマグマ発電とかまど発電、これらが整備されて屋根の上に太陽光パネルが日本中敷き詰められたら、あとダムの上に浮体式とかも、そこまでいけば自然再生可能エネルギーで、電気自動車も国内の自分たちが使う電気も賄います。まあだいぶ前からね、まあ製鉄所の金属を溶かすのは基本的には電子炉です。あの電気とね、電気釜って言えばいいんですかね、まあ、炊飯器のジャーみたいなものですよ、分かりやすく言うと。だから貿易輸出入で言うと2012年だと、まあこういう世界国税税っていう国連の集計した本があるんですけども、これ見ていただいた2012年だったら、原油これ単位がね100万ドルなんですよ。で
ちょっとね、まあ、画面がぼやけて見えにくいかな。ちょっとね、本当はもうだいぶ前のデータで自分で買ったものですし、国連の集計っていうことはみんなの税金で集計したもののようなものですから、もうみんな、率先して覚えるべきものであるから、いちいちそのことを世間に公開して、文句言う人なんかいません、まず。で、まあ、いたら社会のこと知らない人。で、一番下の桁のところが、これ100、100万ドル換算だから、億なんですよ、単位がね。だから、石油だったら、15兆3000億円ほどの、輸入をしていると、2012年ね。で、天然ガスが、7兆5000億円ほど。で、石炭が約3兆円ほど。だからこれらが貿易輸出入で、電気自動車化で自然再生可能エネルギーで賄えれば貿易輸出入がプラスマイナスで60兆円変わってくるんですよ。だからね、その辺のところで、まあ、早く自然再生可能エネルギーを進めなきゃならない。それには人手がいる。正直建設業界の方たちとか太陽光パネルの設置の方へ向かってほしい。国が補助金をつけるだけの価値あるっていう話になってくるんですよ。もうこれみんな正社員化になって困らないでしょ。まあ、基本的に、運動部とかで頑張ってた人たちが、そのまま太陽光パネルの設置の仕事についていただくのが一番効率いいと思うんですよね。法律で義務付け化して屋根の上、明け渡しなさい、みたいな形で。電気を使う方はいつも通り、家の中の電線は、電気の線は電線なんです。で、そこで、電柱とかの電線につながりますから。電気は使う方はいつも通り使ってメーター回ってと。で、余ってる電気は誰かが使ってるところに流れていく。まあ、こういうふうな仕組みですね。できますよ。日本中の屋根の上に太陽光パネル。で、それでちょうどね、交換時期が20年とかで来るから、みんなまた全部こう貼り付けていって、全部貼り付け終わったなぐらいで、まだ交換に入るから、それでまた屋根の上を登って外して付け替えるでしょ。だから正社員雇用ができるんですよ、10万人分ほど。まあ、これは、ほとんどの方が、まあ、9万人ほどは取り付け作業になってくると思います。だから、あとは生産と輸送とかで、1万人。まあ、取り付けしていただいた方が、ついでに電気、ちょっとした電気工事を終えてもらったらいいだけなんでね。まあ、できると思いますよ。だから、貿易輸出入60兆円プラスマイナスで変わったら全然違うでしょう。そこまでたどり着いたらね、消費税撤廃できるかもしれないですよ。以上です。皆さん、長い間ご清聴ありがとうございました。